オーストラリアアジア航空はかつて存在したオーストラリアの航空会社。現在のカンタス航空の完全な子会社であり、日本における日本アジア航空と同様の目的で設立された会社であった。オーストラリアアジア航空は1990年にカンタス航空の子会社として設立。当時は中華人民共和国と台湾との対立が激化している。 時代背景があった。そのため、各国の大手航空会社は、台湾を除く中国本土へ向かう路線と、台湾へ向かう路線と、同盟の会社名で運行することを避けるという装置を取っており、XXX アジアなどという、ブランド名により別会社に見せかける、実際に台湾路線専用の子会社を設立する、あるいは、 チャーター便やコミューター便を運行する子会社を使って台湾線を運行するなどしていた。かつて日本航空の子会社として存在した日本アジア航空もまさに台湾路線専用の別会社であった。カンタス航空も中国本土への路線を運行していたことから同様の措置をとってオーストラリアと台北のみを結ぶオーストラリアアジア航空を設立したのである。 オーストラリアアジア航空が運航していた機材は、ボーイング 747SP とボーイング767から 300ER の2種類。いずれも、親会社であるカンタス航空が保有していた機材を移籍したものである。本家カンタス航空とは大きく異なる垂直尾翼の塗装を使用していた。胴体には、クアンテスという文字が消され、オーストラリアアジアと表記された。 1996年、カンタス航空が民営化により、台湾路線の運行が可能となったため、子会社を持つ必要性がなくなり、オーストラリアアジア航空も営業を終了した。ありがとうございます。